人戦でプレミアリーグで得点王アシスト王で MVP 確実で CL 決勝進出しそうです。これぐらい活躍したら大谷並みの報道されるよな、さすがに。バロンドール取るかどうかくらいやろ。まあ近年はほぼ CL 制覇バロンドールやからプレミアでそれぐらいの傑出度したら余裕や。ワールドカップで優勝までしてやっと大谷レベルやぞ。週一の試合でそこまで話題ないやろ。サッカーではどんなに活躍しても大谷ほどの報道は絶対されない。理由は簡単、試合数。香川レベルでも全盛期はかなり報道されてたぞ。満遊移籍してもノーゴールのアシストでも毎週ハイライトやってたわ。試合前後は報道されるだろうけど無理やろ。そこまでしなくてもプレミアかリーガで得点王アシスト王どっちか取るレベルの活躍したら普通に騒がれるやろ。現実は2桁得点すらいかんし、アシストもごとかが関の山やが、ブンデスごときで2桁 G2 桁 A の香川でもマスコミにめちゃくちゃ持ち上げられまくってたよな。当時の香川は持ち上げられて叱るべき活躍だっただろ。ソン・フンミンってこと？プレミアかリーガで30ゴールくらいして得点王になれば大谷級の報道にはなるやろな。毎週ゴールする勢いじゃないときつい。2013年とかワールドカップまでもうすぐ海外サッカー組無双みたいな感じでダルとか岩隈の活躍の報道なんて全くされなかったよな。一番あり得るとしたら何かの間違いでマンシーが古橋取ってハーランドが長期離脱して古橋が守備免除されてハーランド並みに覚醒したケースかな。それくらいアジア人がバロンドール取るのは無理。ワンタッチボーラーとしてなら人生かけたキャリアハイで PK 抜き25点はいける気がする。それ以上は絶対無理や。この報道もほんま茶番だったよな。わざわざ古橋っていう理由もないしな。それぐらい活躍したらサッカー興味ない層でも見たいと思うわな。早くそんな選手がサッカー界にも現れてほしいわ。